皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの学校見学会と相談会のお知らせをします。学校見学会、相談会ともに対象は中学生とその保護者になっています。ではまず見学会の方からお知らせします。日時は2023年12月の9日の土曜日です。受付が8時40分から9時20分、全体会が9時20分から9時40分です。その後授業見学があります。授業見学は9時40分から10時20分の予定で、学校紹介が10時30分から11時になっています。でコースの説明が2回ありまして、最初の説明11時10分から11時30分、その後11時40分から12時、このようになっています。個別相談はこれ事前予約制になっているので、申し込んだ時何時からと伝えていただけるようです。で持ち物なんですけれど、上履き、筆記用具、受付表、これがありまして、この受付表は、パソコンからプリントアウトしたものを持ってきていただくか、スマホの画面で提示していただく、このようになるそうです。どちらもちょっとできない方は当日受付でそのことを、申し出てくださいとのことです。この見学会の方、申し込みが必要で、申し込みはこちらのチラシを持っている方は QR コードがありますから、そこから申し込むことができます。このチラシがない方、ホームページの方から申し込んでください。では次に入試の相談会のお知らせです。個別入試相談会は3回開かれます。12月10日の日曜日、16日の土曜日、17日の日曜日、このようになっています。とにかくどんなことでも質問してくださいと、あらゆることに答えますと、こういうお話ですので、ぜひ聞きたいことをどんどん聞いてくださいと言ってもね、当日行ってこれを聞こうと思ってもなかなかね、思ったことは聞けないと思うんですよ。ですから聞きたいことはあらかじめメモしていって聞くようにしてください。そうすれば聞き忘れることもないと思います。東洋高校のホームページから申し込むことになっていますので、そちらから申し込みはお願いします。それと当日会場、東洋高校さんには駐車場がないので、公共交通機関を利用してくださいとのことでした。今回は東洋高校さんの学校見学会と相談会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。